ポーランド移住のメリットデメリットとはポーランド移住ヨーロッパの中では物価が安いというイメージがある国そしてインターネットビジネスの先輩まさきさんがその活用を考えていたりと何かと関心になったポーランドここへの移住のメリットデメリットを検討してみたポーランド移住のメリットバスの乗車賃が120円程度だったりとやはり生活費が安いこと外食でも 安いお店なら600円程度で食べれるスーパーでも俺のいるこのフィリピンと変わらないほどやはりこちらの給料は低いが物価が日本の50%程度なので楽に暮らせる特に観光地であるクラクフなどは英語表記がちゃんとありレストランでメニューを選ぶのにも困らないそして料理の味付けが日本人にも合っているのはいいさらにポーランド人はヨーロッパ人の中でも親しみやすい人たち シュピルマンの実話を描いたあの戦場のピアニストがどうしても頭をよぎる俺。彼らは仕事に真面目だったり、他人に親切だったりと日本人に近い気質を感じる。おもてなしを日本以外で感じるのは珍しい体験。しかも近いアジアではなくヨーロッパで。何しろ、この国がこれほど新日とは意外だった。そして予想通りと言おうか、ポーランド女性には美人が多い。働き者というのもこのフィリピン女性と似ている。 個人的に夏が好きな俺、ポーランドの気候が魅力なのは、春から夏にかけて日照時間の長さ。夜の23時でも明るいほどで、移住後は長い夏の昼間を楽しめる。ポーランドに住んでいる日本人が2000人未満というのも、俺のように非日常が好きな移住者には魅力だ。ポーランド移住のデメリット。母国語であるポーランド語が、外国人が覚えるのに難解な言葉の一つであるという点。 日本語にない発音が多かったり、特にリスニングが難しい。英語でも苦労する多くの日本人は高い壁。現地の人でも仕事を見つけるのが難しく、イギリスやドイツなどの国外に仕事を求めているほど、やはり現地人が優遇されるのはどの国も同じ。英語以外にポーランド語ができることが条件となる。ポーランド人にネガティブ思考な部分が垣間見れること。 支配されたり国を失った歴史的背景からは無理もないかもしれないが、日本への直行便がないため、一時帰国に不便である点。首都のワルシャワはやはり外国人が住みやすい。人口が2番目に多いのはウッチ。古い工場を改築したモールがあったりとユニークな街。古い街として有名なブロツワフ。ここは広場を中心に街が広がる。川沿いが観光地化した場所だ。 山や海、川とすべて揃い自然が豊かな国ポーランド。年間を通して楽しめるアクティビティも含め観光客が多い。交通などの時間の正確性や物が安いこと、人が親切なのは日本人にとっても移住しやすい条件の一つ。あとの問題はビザだけ。読書の効能を知って毎日漫画しか読まない習慣を変えることにしたフィリピン人男性のマーク。時間管理の方法を学ぶなど、 仕事ができる人の特徴を身につけ始めた彼。マークもポーランドに住むことにも興味を持ち始めたので、モテ仲間の移住も可能かどうか、一度しっかり調べてみることにする。